中央アジア協力機構は、かつて存在した中央アジア諸国を中心とした国際機関である。1991年に中央アジアのカザフスタン、キルギスタン、タジキスタン、トルクメニスタンとウズベキスタンによって結成された中央アジア連邦を母体とする。その後、1994年にタジキスタン、トルクメニスタンが脱退して中央アジア経済連合となり、 1998年には、タジキスタンが復帰して、中央アジア経済協力となった。2002年2月28日には、カザフスタンのアルマトイで、創設条約が調印されて、中央アジア協力機構に改名し、2004年5月28日には、ロシアが加盟した。2005年10月には、ウズベキスタンが、ユーラシア経済共同体に加盟を申請し、 2006年1月25日に加盟が実現したことにより、事実上、アキャックはイークと統合され解体した。ありがとうございます。